こんにちは。どうもありがとうございます。こんにちは。ゆきありがとう、こんにちは。あれ、あ、そうだ、大晦日、大晦日どうでしたか。外れたの、あ、外れたってゆきありがとうございます。ありがとう、こんにちは。どうでしたか。初音もありがとうございます。外れた、当たった人いなくない。こんにちは。当たった人いなくないですか。こんにちは。あ、聞きましたか。あれ、あ、どうもありがとう。雪もありがとうございます。あ、本当？あ、当選したって、イエーイ、よかったねみかんじゃなかったね。こんにちは。キャベツティー使える。こんにちは。他は？当たってしまいました、イエーイ当たってしまいました、当たっちゃったみたいな、イエーイ。当たった、やばい、めっちゃ当たってる、嬉しい。サーターサイフル、でも最高ですね、ありがとうございます。あ、どうもありがとうございますまあ、そのね、今回外れても次当たればいいんですもん。制服の目ありますしね。こんにちは。ね、おめでとうございましたね。僕の友達はサーター推し当たってますよ。これは水色期待ですね。サーターの壁紙にしたおかげで31日当たりました。やっぱり当選祈願の壁紙なので、お疲れ様です。あ、本当？2人当たってる、え、やばい、水色、やばい、水色じゃんね。水色2本期待ですね。これはゆげ、ありがとう、ありがとう。え、振るでしょこんにちは。え、振るでしょ。こんにちは、こんにちは。怪我してやだ、ゆきありがとうございます。え、やばいね、こんな当たると思わなかったです。そう、また次当たればっていうのが大体かなって思ってた。イエーイ、こんにちは。水色まみれ、やったー、めっちゃ楽しみ、頑張ります誰だよ、本当に誰だよ。最高、うちわだって最高、最高すぎる。こんばんは、みきありがとう。当選せずに落ち込んでる日くらいは結構 OK してくれない、しないな次当たればいいのよ、やだ。こんにちは、こんにちは、ゆきありがとう。
ね、めっちゃ楽しみ。あれ外れた？次当たればいいの。こんにちは。ゆきありがとう。できませんよ。結婚できませんよ。こんにちは。プレゼントありがとう。お仕事頑張ってね。こんにちは。こんにちは。うん、制服の目も楽しみ。いやー、よかったよかったわ。こんにちは。こんにちは。え、本当にこんな当たってると思わなかった。そう、3時に当落って言ってたから X で待機してたんですけど、誰も何も言わないからあ、みんな外れちゃったのかと思ってて。あ、どうもありがとう。こんにちは。え、本当頑張ります。こんにちは。100点ありがとう。ありがとう。清楚ですよ。今更感だけど、チーム S オープニングアップのサータ最高でした。しかもチーム S っていうのがより嬉しいです。詩人が結構苦手で、そう、めっちゃ嬉しい。こんにちは。詩人嬉しい、詩人嬉しい人。こんにちは。ヤッホー。こんにちは。こんばんは。清楚です。サータンです。ゆきありがとうございます。ダンスが綺麗なサータン早く見たい。ハートありがとう。二度目もありがとうございます。こんにちは。こんにちは。あ、どうもありがとうございます。あ、ドラゴンさん、こんにちは。ゆきありがとう。こんばんは、みなさん。こんばんは。何ってほしい。あ、本当？あ、本当？おかげさまで当たりました。イエーイ！めっちゃ当たってる。やっぱ運がさ、こう流れてってるんだよね。サラから。初見さんありがとう。こんにちは。ハートありがとう。星もありがとう。こんにちは、ぽちゃっこ。発音もありがとうございます。こんにちは。あ、こんにちは。あ、先生ありがとうございます。え、サラビームしないよ。この間じゃない、昨日みやびちゃんの配信見に行ったらみやビームしてくれたんですけど、うわーって言うんですね。こんにちは。あ、どうもありがとうございます。こんにちは。制服の目の時はこっちにも運気流してくれてんやで。え、流してるよ。流してる流してる。ほら、ありがとう。こんにちは。もうすでになんかもうずっと流れてるはずなんだけどな。おかしいな。サラビーム、サラビーム、わー、はい、どうぞ。こんにちは。まさかみやびちゃん以外は行ってないの。あの時間にやってた人みんな行きましたね。
ありがとうございます。あ、皆さんありがとうございますわって言ってくださって、あ、ありがとうございます。え、なにからの、え、なに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 、みよびちゃん、みよびちゃんからのしてるの、え、なに、教えて教えて、みよびちゃん、あ、こんにちは。あ、かきれらのところ結構コメントしてたんですけど気づかれなくて抜けました。全然気づかれなかった、悲しいね。こんにちは。本当に気づかれなかった、なんか3回くらいコメントしたんだけど全然気づかれなかった。見てる人にも気づかれないし、レナにも気づかれない。こんにちは。さて、 DD についてどう思いますか。え、いいと思います、いいと思いますよ、全然。うん、コメント透けてると、その透けてるってどういう意味なんですか、どういう意味なの。あ、でも結構違うかも、 2,3 人いるけど結構違う。みやびちゃんの方がね、見てる人一緒だった。え、わかる、ハンバーグね、ね、めっちゃめっちゃ美味しかったし、あそこ。プレゼントありがとう、初音版もありがとう。いいと思いますと思えないまま行きました。え、まあ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 、そういう時もありますよね。こんにちは、お疲れ様です。こんにちは。ハズレです。ハズレでした、柏餅ハズレです。こんばんは、こんにちは。東京だよ、東京だから皆さん東京に行ったらぜひ。初音もありがとうございます。秋葉原です。こんにちは。まだ仕事で結果見てない、見てきてください。こんにちは、こんにちは、あ、どうも。二度目のもありがとうございます。そうそうそう、秋葉原にあります。なんか結構なんか名前はちょっとわかんないけど、今秋葉原にいます。じゃあぜひ行ってください。わかんない、サラたちはランチに行ったんですけど夜もあるのかな、わかんないけど。こんにちは。え、100回目の訪問だって、ありがとう。え、初めて出てきた。てかこれ100回も配信してるんだね。え、すごい。え、しかもさ100回来てるってさ、え、ほぼさ一番なんじゃない、一番見に来てる説あるくないですかこれ。え、おめでとうございます。え、やばっ、累計ランキング見てもさ100回の人いないよ、すごい、イエーイ。この間盛り上がってた配信参加できなかったので投げてみましたが外れました。ブースターが当たんなかったね。あ、メリクリー。サータン男の子に、あ、私が女の子に生まれてよかったかな、それともイケメン男子に生まれたかったかなって。でも、でも次生まれ変わるとしたら石の次はまあ人間の男の子でもいいかなと思いますね。でまずは石に生まれ変わってみたいかな。日本にいません、どこにいますか。お店の名前がちょっと分かんないんですけど、AKB 劇場の近くの結構お店屋さんいっぱい入ってる、食べ物屋さんいっぱい入ってる、なんか大きい建物あるじゃないですか、外観が黒い、あそこの中の2階とか2階 ?3 階ぐらいに入ってるなんかハンバーグ屋さんなのかな、あれ。こんにちは。え、今日がちょうど100回目の配信なの、すごっ。
なんだかんださあちゃんのことあくび。え、すごすぎる。やばい。ありがとうございます。プレゼントありがとう。楽しいよ。いつもありがとう。ありがとう。子さんだ子さん。みんな子さんだけど。すごくないですか ？100 回。100回もさ、100回やばくないですか？すごい。こんにちは。ゆきありがとう。73日ありがとう。写真撮るときお店の名前が入るように撮って。すいません。そうだね。いやでもなんていうんですか、場所はわかる、場所はわかるんだけど名前がわかんない。研究生公演始まったら日本に行きたい。来て、来てください。AKB 劇場といたお目当ての子が休園になっちゃったの。じゃあハンバーグ食べましょう。ねえすごいよね、解禁衣装嬉しいです。清楚なんだね。そうだよ。こんにちは。あー、こちらこそありがとうございます。 X を見ました、昨日。抹茶、今日もサラちゃんが可愛い。あ、大事大事が、サラちゃんが、うん、もじゃなくてがね。名前がわからないお店を探すの楽しいけど、え、でもそう、 AKB の劇場のこっち側の、こっち側進んでいって、なんかタピオカ屋さんみたいなとこあるじゃないですか。あそこの近くのでっかい建物の中の 2,3,4 階くらいのところのハンバーグがあるところ。こんにちは。めっちゃ美味しかったよ。こんにちは。エレベーターまっすぐ上がった正面のハンバーグ屋かな。え、待って、エレベーター乗ってない。エスカレーターピーって行ってこっち側行ったらあるんですよね。こんにちは、ゆきありがとう。じゃあハンバーグ食べましょう。プラスしかすぎる。プレゼントありがとう。もじゃないもん。発音もありがとう。ゆきもありがとうございます。サータンのペンライトカラーですか。水色2本です。持ってくれますか。クマありがとう。何 UDX、 何それ。みんな今頭の中が開きます。こんにちは、初音もありがとう。来年から秋葉原で働くの。じゃあ毎日ハンバーグ食べれるじゃん。ゆきありがとう。始まるの早くて最初から見れない。ごめんなさい。ごめんね。そう、6時からにしようかなとか考えたんですけど、ちょっと早かった。今 Google マップで調べたけど、鉄板なんちゃらかんちゃらか、なんちゃらかんちゃら食堂。え、ほんと？あ、ほんと？待って、写真と同じような食器見て、え、ほんと？そう、水色2本。期待してます。あ、そう、下がなんか、そう、え、タリースかな、わかんないけど、そういうやつ、そういうやつあって、うん、え、いいえ、いいえ、いいえ、見に来てくれてありがとうございます。え、ブロンコミュニティ行ったことあるよ、千葉で。どういうこと、サーターン一家って。家族になったの、家族になったのかな、ね、愛知のものなんですか。こんにちは。サーターンなんでそんなに可愛いんですか。やばくないですか。もう電気が変わって全然漏れなくて、部屋のいろんなところで毎日ね、移動してね、撮ってみてるんだけど、ダメだね電気が。こんにちは。
サタンだけが大好きだよ。お？それは嘘だな。二人いない？あと二人いるよね。あ、そうなの？愛知発祥なの？え、すごーい。え、じゃあタリンズの上だ。そうだそうだ。なんかね、絵みたいなのがあったよ。入り口があって絵みたいなのが飾ってあって、中入るとガラス張りだったと思う。うん、めっちゃ美味しい。え、食べて帰る？見せてくださいね、それ写真。そう、探してる、めっちゃ探してるんだけど、うん、どこも変わんなかったね。珍しいよね、なんかこういう色あんま着ない。東京で生まれ育ったのに AKB 劇場には行ったことありません。 SK と HKT だけ。え、もしや一緒ですね。私あれなんですよ、 SK とあの HKT がめっちゃ好きなんですよ。初音もありがとうございます。こんにちは、こんにちは。サタン、花ちゃんの家で料理&カラオケ配信してください。まあ、いつかカラオケはしないけど、隣でタンバリン叩いてる役だったらいいですよ。こんにちは。嘘じゃない？え？当たった！ハトもありがとう。待って、誰？当たった！え、やば！だってさ、こないださ、当たり投げたいみたいな、当たりも投げたいって言ってたでしょ。当たったねー、イエーイ、イエーイ。これでブースターになっちゃいますね。ブースタータイムになっちゃいますね。え、本当？初めてお手紙出した。え、めっちゃ楽しみです。見たい、見たすぎる。そうでもやっぱなんかオーディションに48になりたかったから SKE 受けたんだけど、本当はそう HKT の7期生あるかなって思ってたの。でもやっぱ博多ちょっと遠すぎて現実的に無理だよね。私が受けられるこの行動範囲が AKB か SKE しかなかったね。こんばんは。ありがとう、顔ありがとう。制服の目公演は SKE、HKT 両方見た。え、いいな。え、それもう直で見てるってことですか？え、めっちゃいいな、羨ましい。その制服の目の HKT の公演の集合写真、携帯に保存してある。結構前に保存してたの、まだ残ってる。初音もありがとう、ありがとう。ほら、確かにでしょ。アバターモノマネ、あ、当たったら外れてもいいよ。ありがとう。炎の石で進化できるね。さらちゃん、マラカスが似合いそう。私あれでしたね、幼稚園の頃やってたのはなんか 木がこうやってついてて、 木と木がこう横にこうボーンってあって、で細い棒こうやってついてて、なんかこうやって左右叩くと音出るやつ、なんだっけあれやってた、なんだっけ、なんか古時計みたいなさ音鳴るやつね。約束通り、ありがとう。アバター真似する？こんにちは。え、こちらこそありがとう、ゆきありがとう。
SK に来てくれてよかった、分かってくれてよかった。よかったね、よかったよ。ポテト聞く12期では、うん、大事、ありがとう。チームコンサートで高畑さんの写真2枚出たからあげる。え、くれるの？めっちゃ嬉しいよそれ。こんにちは、こんにちは。花はなんかいろんなオーディションを受けたって言ってたけど、モンティートっていう感じじゃないんじゃないかな。いろいろ受けたと思う、聞いた限り。言ってたよね配信でも、いろいろ受けててって。だからどこの48に入りたいとかそういうのではなかったのかもしれない。こんにちは、はざまありがとう。こんにちは。3年後のサータンがどんなメンバーになってるか楽しみです。先輩風吹かせてるかな。私はなんかね、私は吹かせませんよ。先輩風吹かそうと思っても吹かせない気がする。ハズマありがとう、ユキありがとう、かわいいありがとう。あ、本当？本当ですか、いい感じ。こんにちは、こんにちは。名探偵サナは何でもお見通しだよ。ありがとう、外れたけど。外れたけど。てか勤務中って書いてある。仕事中ですか、ありがとう。そのお仕事中にさ見てる方ってさ、どうやって見てんのかね。引き出しとかに入れて見てんのかな、隠れて見てるのかな。考えたらちょっと面白いよね。いろいろ受けたけど大学受かってから大学通えるから SK 受けた。あ、言ってた、そうだそうだね、そうだわ。で、よかったよね。え、こちらこそ、見つけてくれてありがとうございます。こんにちは。何ホラーって、何それ、ホラーって言わないでってことかな。将来の後輩にはサラさんと呼ばれるのかサータンさんと呼ばれるのかどっち。え、どっちでもいいよ、名字じゃなければ。名字だと分かんないからね。初見さんありがとうございます、フォローありがとう、ありがとう。こんにちは、ゆきありがとう、頭ありがとう、お疲れ様です。こんにちは。あ、ほんと？こんにちは、ゆきありがとう。お腹大丈夫、失敗される。やだね、制服の目楽しみ。こんにちは、え、何それ、すごい、自分専用の部屋が職場にある、めっちゃいいねそれ。私も欲しいそういうの。嘘つくことをホラー吹きっていう。え、そうなの、そうなの、ホラーっていうわけじゃないんだ。あれ、外れちゃった、まあ次当たればいいんだよ。次当たればいいんだよ。こんにちは、今日も可愛いですね、ありがとうございます。こんにちは、ゆきありがとう、発音もありがとう。サラ先輩、ここの振り教えてもらえませんか、どんな反応かな。え、いいよ、合ってるか分かんないけど。こんにちは、こんにちは、はどうもありがとうございます。こ、常に腰低くいっちゃうタイプなので。
え、なにそれ、ミスターサタンっていうキャラクターがいるの？なにそれ、知らないんですけど、なんだろう。ミカの時も次当たるからって言われたような記憶が。フォローしました、ありがとう。パズオもありがとう。何査定って、なんだろう、今後の査定テスト、何？あ、本当？自信満々になってるかな。そうだよね、制服の目あるし。こんにちは、どうも、こんばんは、パズオもありがとう。こんにちは、清楚ですよね。え、何？検索しちゃダメ？どういうことだ？何の評価って言ってんの？発音もありがとう。モアメで一回だけ会った何の曲でしょうってやつまたやってほしい。あのダンスのやつ？え、いいよ、全然いいよ。分かってるよ、分かってるからより来てほしいって言ってる。分かった上で言ってる。どうしたらそんな可愛くなれるんですか。可愛くないですけど、キャベツ食べるとか。上司からの評価、あ、そういうこと、が悪くなるってこと。かわいそうだ。ゆきありがとう。あ、ありがとう、ゆき。あれ、曲分かった時の嬉しさやばい。あ、ほんと？ちゃんと考えてくれるんだ。え、全然いいよ。ありがとう、メリークリスマス。ありがとう。あれじゃんね、あれではあれ、アバター真似さ、これしたいけどさ、まんまなんだよね、ボブの。ザ・ボブ。ですね。俺もキャッチ取ったら可愛くなるかな？え、なるよ。誰でも。初見さんありがとう。2回目もありがとう。ただなんか、うん、怖い先輩に見えると思う。そうだよ、そうなんだよ。だからだからね、頑張る、ずっとニコニコする。違うよ、そんな怖くないから。あ、考えるの？考えてくれる？こんにちは。な、なになになに、サラちゃん推し、サラちゃん推しは上司から評価してもらえないの、かわいそう、やめて。発音もありがとう。僕ボブ好き、本当？バブの、バ、ボブのボブのバブのボブ、千葉のバブのボブね。こんにちは、ゆきありがとう。美人じゃないですけど、目がね、目が目だからね。発音もありがとう。しかもずっと、あー上手だねーってずっと言おうかなって思ってます、今から。サタンが必要以上にニコニコしてる時は何か企んでる。サタンの絵見るとほっこりする、よく言われます。なんか幼稚園のこの絵見てる気分になるって。こんばんは、なんか気になるサタンちゃん、ほんと？イエーイ。なんか、なんかなの。
チワのバブのボブのボスのバブボスじゃない、家来。こんにちは、こんばんは、発音もありがとう。こんにちは。全然ボスキャラではないよね。ほらありがとう、予言さんもありがとう。こんにちは、ありがとうございます。ボブ好きのバブです。あ、違う、ボブ好きのボブですボブなんですかこんにちは、けらい、ボスじゃなくてけらい。100点ありがとう、ありがとう。あ、僕もボブ派ですか。ボブ派、12期の裏ボス違うよ。裏ボス12期にボスも何もないよ、平和すぎて。こんにちは、ボスは飲みますか。飲みません。飼い長いサータン見てみたい。そしたら、はもう一生ボブにしないでって言うかも、みんな。きのこさん、面白かったボブあの不意打ちのきのこさんの写真を持ってるんですけど、あ、動画を。ゆあとさらが廊下で座って写真撮ってたんですよ。だから動画を撮ってて、ふざけてる動画を。そしたら後ろの方できのこさんがなんか見てて、こっち見てて外カメにしたらピースしてくれました。初音もありがとう。ボスボブ、初音もありがとう。こんにちは、こんにちは、こんにちは。今日7時半までやります。こんにちは、受験さん、ありがとうございます。ハートもありがとう、ありがとう。あ、本当、目、目がいい。ゆきありがとう、こんにちは、サタンです。初音もありがとうございます。フォローもありがとう。うん、7時半までやる。嫌なの、もしや嫌なんですか、嫌なんですか。ハゾもありがとう、こんにちは。夜ご飯わかんない。ハゾもありがとう、こんにちは。ゆけんさん、ありがとうございます18時から公演入ります。さて、誰のサイレンも降るでしょうか。あ、サラ、サラ21時43分までじゃないのか。え、そしたらあれだよ、レナの配信とか見れなくなるよ。いいの。こんにちは、あー、ありがとうございます。そうだよ、今日も久しぶりに参加できてるから長く配信してくれるの嬉しい。途中ご飯で抜けちゃうけど、え、全然そんなこと言われたら全然言っちゃうよ。サタンいないのにサタンさえ振るの。初音もありがとう、こんにちは、こんにちは。サタンの声はやはり、え、声、声怖い、もしや声に怖いとかあるんですか私。じゃあもっとさ、優しい感じで声出そう。発声方法から見直していきますおはよう、おはよう。誰の配信の男女チェック、え、とりあえずやってる人全員見に行きますけど。そうそうそう、あ、どうもありがとう。わかんない、笑ってる場合じゃないけどね。そういえば高畑さんは水入れた青なんだね。ね、あ、そうなの。逆に見ていいんだね。なんか
見ちゃダメって言っても見るから、もうなんかいいやと思って。声が好き、ありがとう、こんにちは。どういうこと、他の子の配信ラブってどういうこと、何を言ってるの。こんにちは、こんにちは。こんにちは、初音もありがとう、フォローありがとう。ギャンカワすぎです。え、本当ですか。感謝範囲って12期だけだよね。え、別にあれです、12期なんていうの、壇上まで見るのは12期だけです。先輩は全然全然ね、全然大丈夫。こんにちは、今日一笑いました。いや別に笑わせようと思ってるわけじゃないんですけど、 笑ってないですし、私まだギリギリ倉本さん見たことない。うん、その調子、その調子だよ。もしあのいたら、まサラのサラのとこには100回来てるしって、花にマウント取ろう。こんにちは、プレゼントありがとう、ありがとうプレゼント。こんにちはこんにちは、笑ってない、おこおこです。私あれです、おこです。昨日からずっと、うん、伝言は伝えないよ。初音もありがとう、12期はサーター以外わかんないから、制服の上までにお名前くらい覚えて。ダメダメ、あの分かんなかったらもうサラの名前だけ呼んでくれればいいよいいよ。うん、100回、そう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 、昨日から怒ってる、怒ってる。河村さんとかに言ってます、自己報告しないでください。なんで言ってるの、男女チェックとかワードが怖い。あれもあった2回で100回なの、え、すごい。え、ね、100回いったらもうさ、なんかなんかさ認めるよ。伝言は伝えないよ。12期は11人しか名前知らない、完璧じゃん。とりあえず12期配信も入っちゃう。え、私もそのとりあえずの中に入ってるんですか、もしや。好きなのはサラちゃんだよ。名前覚えるのも許されなかったら、サーター以外のコール、いいよいいよ、サラがもう歌ってなくてもサーターって言ってればいいよ、許す、特別。こんにちは、こんばんは、プレゼントありがとう。そうだよね、そうだよね、つむちゃんね、おつむちゃん好きだよね。こんにちは、ビームコール、え、むずいよね、字余りすごいよね、超絶かわいい、ミヤビーム早すぎるよね、やっぱビームなんじゃないですか。こんにちは、ジュリキの配信はサルちゃんの話題が出るかもな感じ、出ないから大丈夫だよ。デイリーミッションを達成するために訪問するのはいいよ、いいよ。可愛いはサーターしか言ってません。やっぱそういう一つ一つの積み重ねが大事なんですよ。プレゼントありがとう。100回訪問したらサーター推し認定されて、他の講壇上に上がっても何なし、何なしの権利、何なしって言ってんの、お、お、何、おなんちゃらなしね。100回はすごすぎる。プレゼントありがとう。笑っちゃいけないのになぜかおもろくて困った。バカにしてるでしょ。配信もきつそうな印象だったんだけど、
初めはきつそうな印象だったんだけど、配信見てるうちにとても楽しい子だなと思ってよかった。そう、イメージをねどんどん払拭していこうと頑張っております。こんにちは。大晦日外れた、ピエーン。まあ次当たればいいんだよ。次当たればいいの。制服の目が当たればいいの。変なところでコールしてサーターンオータ何って言われちゃう。あ、サーターンオータの評価悪くなっちゃうのか。上司からの評価も悪くなってさ、他のねファンの方からの評価も下がったらもう最悪だよね。でやめときましょう。初音もありがとう。フォローありがとう。歌ってなくてもサーターンコールしていいのかと思った逆にさ楽かもねこんにちは。え、みやびなの。ビームの方がいいよ。ビーム、え、すごいいいと、もうビーム呼び、すごいいいよ。ゆきありがとう。つむちゃんオーディションから配信見てるのにさらちゃんの方が視聴回数超えちゃって笑える。ま、そういうことですよ。怖くないよ音がめなし、音がめなし、音がめ。ありがとう毎日配信。うん、ゆきありがとうね。100回、そうだよねこんにちは、こんにちは。あ、本当は6時からレナとココミ。じゃあ皆さんはサンマドなのかな。こんにちは、今来たよ、ありがとう。ビーム、うん、超絶可愛いビームがいいと思う。ゆきありがとう、プレゼントもありがとう。100点ありがとう。初音ももありがとう。こんにちは、こんにちは。本当にビーム呼び定着しすぎて、全然もうビームはビームだから。二度目の方もありがとうございます。こんにちは、初音もありがとう。初音もありがとう白菜切ったらアムシ出てきたの。どこで買ったのその白菜こんにちは。次当たればいいよね。次当たればいいの。あと、ありがとう。ハズレありがとう。次当たればいいの。次当たればいいの。プレゼントもありがとうございます。あ、おみそか落選？落選出てんのかな。あれー？あれれー？超絶可愛いサーちゃんなんじゃない、サーちゃんなんじゃない。サーさんは生物常連の先輩2人と並んで押されて嬉しくないの。うん、わかる、嬉しいよ、嬉しいよ。アバターモノマネ好きよ、ほんとプレゼントありがとう。2回目もありがとう。100点ありがとう。こんにちは、かわいい、ありがとう、ありがとうね。サルちゃんをしてると公園当たらない説出てきた。嘘だ、いるもん、いるもんさすがにそれはね、ないないない。初音もありがとう、こんにちは、星ありがとうございます。すいません、愛が足りませんでした。そうですよね、そういうことですよ。こんにちは、初音もありがとうございます。外れたの？どうしようね。でもまだあれなんでしょ、まだあれでしょ、なんかあるんでしょ。 DD だと確率下がるのかな。だってだってよ、そうだよ、4と大物は1等も得ずだよ。こ
んにちは。サッタンをしてると運気が逃げていくに、あ、なるほどね。私の運がいいのはこう吸い取ってるからなんだ、皆さんから。そういうことね。こんにちは。当たった？イエーイ、イエーイ。まだトレ、そうトレードね、トレードっていうやつがあるって言ってるから。ファミマ寄ってきた？いいね。何買った？次当たればいいとか言ってるから外れたんだよ。4等を比べ。あ、こんにちは。ゆきありがとうございます。こんにちは。発音もありがとう。おみそかユニットがあるのかな、楽しみにしてください。こんばんは。当たりました、夜の方が。あれあれ、発音もありがとう。いいな、クレープ買ったの。うわー、めっちゃ食べたい。こんにちは、こんにちは、こんにちは。2度目ありがとうございます。発音もありがとうございます。あ、2度目もありがとうございます。次は来年だから、来年から運が、あ、そうだよ、今年が厄年だったのかもしれない。めっちゃ可愛い、ありがとう。ファミマ行ったけどタラコバタはいいの。なんでそんなにないの。いつもないですよね。なんでだろうね。おにぎり人気ゾーンなのかな、そこら辺が。こんにちは。サータンのメール取ったらお金がなくなる。え、ご飯は食べれますか。ご飯食べれてる？ご飯食べれないならメール取らないで。ご飯いってらっしゃい。制服のメイクオンに外れてまた次ってエンドレスループに入りそう。そんなことない、そんなことない。でもでも、あのあれですよ、これ見てる感じ、あのみかんの剥き方外れちゃった人が結構当たってるから、多分そういうことだよ。今回当たった人は次が外れちゃって、で次当たったら、あ、違う、今回当たんなかった人は次当たるみたいな感じなんじゃない。何、長島どこそれ。だからいいもん、さやちゃんみたいに住んでみた。そうだよね、4頭多いよね。え、いるよ。こんにちは、発音もありがとう。楽しい配信ありがとうございました。また来る、また来てね。周りのファミマタラコバターって見ました。めっちゃでかいシナモンロール。そう、あのタラコバターね、食べましたか。コンビニがそこしかない。そういうこと、そういうことなの。別の推しがセブン派なのですが、サータンファミマ派か。ううん、セブン派。いやでも本当に正直言うとファミマ派なんですけど、セブン派の方が多いからね。セブン派だよ。雪だるまありがとう。あった、おにぎり。サータンは今までに SKE にいなかったタイプ。え、本当ですか、楽しみ、ありがとう。そのファンのおかげで当選した。そうかな、みかんも余裕で。次に当たるんですよ。こんにちは、初見さんありがとう。どうもありがとう。そう、みかん当たったら、そうそう、そういうこと。あれ。こんにちは、こんにちは。あ、その長島、あ、そういうことか。こんにちは、こんにちは。サータンってバター入れの食べ物。いやでもそんなことないかも。ただたらこバターおにぎりがめっちゃ美味しかった。こんにちは。え、ほら、そうだよね、昼と夜、そうだよね、そういうことよ。スタカートさん、セブン派だから。セブンです、こんにちは。あ、セブンにもあるの、タラコバター。あ、知ってますけど。あ、どうもありがとう。みかんも大晦日も投げられてない人は制服のも当たる。当たるよ。当たる当たる。こんにちは。
お疲れ様です。いつもありがとうございます。こんにちは、100点ありがとう。こんばんは。お仕事のために席外します。楽しい配信ありがとう。こちらこそ頑張ってください。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。ホットケーキママ正式名はバターカールド。あ、そうなの。え、じゃあそうなのかな。そもそも何も行く予定ないから3年後くらいそれまでに可愛くなっときます。こんにちは。初音もありがとう。2度目ありがとう。清楚だね、ありがとう。こんにちは。次々言ってるけど、ね、チャンスは必ずしも巡ってくるとは限らないよ。そうなんですけど違うじゃないですか。そうだけど違うよ。今日の晩ご飯わかんない、なんだろう。こんにちは。今日は7時半までやります。プレート楽の報告したので移動します。しないでください。こんにちは。こんにちは。2度目ありがとう。あ、どうもありがとう。ありがとうございます。そうだけど違う違うもん。そうだけど違うもん。前も3年以内には何かしら当選するかしら。するよ。初音もありがとう。先生ありがとう。こんにちは。2度目もありがとうございます。当たるよ。そんなずっと当たらないなってことないですから。カラオケ配信とかしてほしいな。やだやだな。そうそう、そういうこと、そういうこと。よし、家に帰ると配信終わっちゃうからファミリーマートに。え、いいね、ファミマ。いや、本当にファミマじゃない、セブンです。セブンに行きましょう。こんにちは。本当、さやちゃんって言ってほしいな。お下げにフードかわいいみたいな言ってたけどね。初音もありがとうございます。100点ありがとう。初音もありがとう。二度目ありがとう。こんにちは。サータンです。こんにちは。あ、こんにちは。なんかすごい、うさぎの連鎖。初音もありがとうございます。あ、ありがとうございます。装飾券さん、お願いします。今日は午前中にセブンに行ってコーヒーとおにぎり買ってきました。そうそうそう、セブンね。そう、水色いっぱい振りたい気持ちはありますか。気持ちはある。でそれで十分です。三つ編みは好きです。はい、知ってます。初音もありがとうございます。先生ありがとう。初音さんありがとう。初音もありがとう。こんにちは。これ何分から始めたか誰か教えてください。ゆきありがとう。ゆきありがとう。ゆきさんありがとう。二度目もありがとう。どうも、こんばんは。サタンもよくサイド三つ編みしてる。そう、なんかアーシャの時にこっち編み込みだったから、もうあれがね、固定なの。固定のサラの髪型で、でもそのなんていうんですか、最近最近ね、なんかここの編み込み部分のが結構なんか広めに取られちゃってて、そうだから3日間、オープニングアクトの3日間でここの幅がねめっちゃ違うの気づいた人いますか。めちゃくちゃ編み込んでる時と全然編み込んでない時とみたいな、気づいた人いる？
あ、本当始まりました。ハートありがとう。結婚して、やだ。1分ね、了解です。ってことは7時31分までやります。将来髪伸ばしたら三つ編みしてベレー帽をかぶってください。その日は世界で一番幸せにします。いつの、いつ、それいつ伸ばせるの、いつよ。ハートありがとう。ほら、ありがとうございます。あれ、気づかなかった。あれ、勉強さん、みんなストレート、ストレートなんですけど、耳かけとかはあるんですよ。耳かけてない人多分いないかな。私は片方編み込みなんですけれど、ウサタンベレー帽似合うよ。似合うって言われる、よく。サンタさん来ないね。こんばんは。遠かったから気づかなかった。見えてたけどね。見えてたよ。で、とにかくなんかここの幅を今研究中で、どのぐらいが一番いいのか。編み込んでるのが下手にいないと気づかない。ほんとだよ、しもしも言うたやん。ありがとうね、頑張る。今日いつも以上にキラキラしてる。本当ですか、なんで。いや、そんなことないよ、頑張ります、頑張ります。お仕事お疲れ様。こんばんは、こんにちは。しょうがないよ、真ん中にしたんだから。え、多分そういうとこですよ、そういうとこです。なんか下手に来ればいいところをやっぱりね、皿以外も見たいからってさ、その真ん中の欲に負けちゃうところ。こんばんは、マジュリエット。どうぞ。そんなことないですよ、うちも可愛かったことだけ覚えてます。よかった、よかった。横の髪の毛の幅、そう、編み込みの幅みたいな。そうですね、雪ありがとう。サラハンバーグについてコーン、え、食べるよ、コーン好き。今日は特に可愛いですね、ありがとう。そんなことないけど、地元にいたけど可愛さの衝撃が強すぎて髪型気づかなかった。実際の方がマシでしょ、顔。カメラ映り悪いか、実際の方がマシでしょ。女性エリアにいたからサータンよく見えたよ、イエーイ。そうなの、女性エリアがね、めっちゃ近かったね、めっちゃ嬉しかった。バロタじゃないわ、顔見たいからだよ。あ、ほんと？メール取ってくれました、やったー、やったね。このプロフィールに追加されるの、追加されるまで頑張ります。そうなの、女性のゾーン目の前だった。すごっ、もうみかん見れなくなるの早いね。そっか、19日だったからか。なんか壁写はなんか結構実物とまんまに映るように、多分なんていうの、カメラさ調節されてて、めっちゃ遠くからさ撮ってるんだけどさ、だからアーシャが近いよね、実物に一番。雪ありがとう。あと絶対集中してるしね、任せて。あ、ほんと？カメラ越しでも、あ、ほんとですか？もうありがとうございます。知ってる、プロフィールね、いつ変えるんだろうと思ってた。ワーメタルっていいことありますか？え、宝くじが当たります。ありがとう、髪の毛
音響の席の後ろからシモシモしてても外部で、ね、そりゃそうですね、そうです。私も可愛いけど歌って踊ってるサタン、あ、ほんとありがとう。おでも下手だったんでサタン見ました。あ、よかったこんばんは。私のサタンちょっと外国っぽい格好さ、どういうこと、え、どういうこと初めて言われたよ。ゆきありがとう。そうそうそう、宝くじ当たる、そう、あ、画面破壊しちゃいました、イエーイ。斜め撮っても公園も当たりますよ。まあ宝くじは当たるから。こんばんは、こんばんは、あ、こんばんは。遠くから以来直接会ってないか、次会ったら緊張しちゃうあれ慣れてきたのにってね。いってらっしゃい、こんばんは、発音もありがとう、ありがとうございます。二度目もありがとう、発音もありがとう、あーとありがとう。ゆきありがとうございます。あ、ゆきありがとうございます、ありがとう。あ、ゆきありがとう、ありがとう。今日の夕飯はうなぎでした。サータンうなぎ好き、え、好きだよ。あ、私のサータンも好きだけどギフトで外れって楽しそうにもらってるちょっと悪いイメージだね。こんばんは。加入時よりメイク上手くなったのかも。全然変わってない、どうしよう、変わってなくてどうしよう。ゆきありがとう、笑ってるサータンかわいいよね。こんばんはサータン指綺麗、言われないよ、指短いしか言われたことないから嬉しい。これは2446、あ、本当ですか、ありがとう、皆さんありがとうございます。あともうちょっとで2500。こんばんは、ヨンサタンいつもより美人見える、この角度いいのかな、このちょうど挟まってんだよね、ここに、こことさ、ここに挟まってんだよねそれって思ったらちょっと面白くないですかこれこの曲めっちゃ面白くないですか。私今ここ挟まってるんですよ、こういう風に、ちょっと面白くないですかこれ。まっすぐの壁だと思うじゃないですか、思いきやさ、こういう挟まってるんだよね、ありがとう。さらって女子力を自己採点すると何点、3点。東海で唯一話したのがサータンだったんで、また話したいです。え、話したいね、話せるよ、話せるよ。サータンに質問です。サータンとハナちゃんの12期のメンバー、わかんない、え、サラとココアちゃんはしないと生きていけないけど、他の子はどうだろうね、わかんない。そう、挟まってるんだよね、壁に。あ、ほんと？ネイビー、ネイビー。サータンの手形興味ある、ちっちゃってなるよ多分。こんばんは、あの、あれかも、一番手形買いがさ、あの、の需要が高いのは私かもしれないちっちゃって比べられるから。そう、挟まり系女子なんだよね今、いい感じ。そう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 、ほら、ありがとうございます。そう、パーカーの色違うの、そうなのよね。やっぱりセンスが可愛くて配信楽しみ、さった、ありがとう。こんばんは、はじめましてじゃないけど、こんばんは、2回目ありがとうございます、ありがとう。あ、ゾウマもありがとう。
爪も小さいよ。爪も小さい、だからなんていうの、全体的に小さい。そうだよ、リアルすみこがし、絶対レナの方がコメントしに行ったでしょ。絶対しに行ったよ。なんかやだ、なんかついてる、絶対ケープ。爪も小さい。サータのーちゃんの顔、手が小さいの。そういえばね、プロファイリングのさ、あれなんだっけ、プロファイリングのドラマ見てるってさ言ったじゃないですか。ちょっと一旦やめてドクター X 最初から見始めた。最初からもう一番最初ですから見始めました。今更って感じなんですけど、え、本当コンプリートしました。嬉しいですね、コンプリート。あれ、ずっといた？あれ？あれ？今日チーカーランド行ったんだけど、モンガグッズなさすぎて泣いて。え、わかる。え、もしや名古屋のさ、チーカーランドですか？え、もう本当にさ、モモンガがいなくてびっくりしたんですよね、私も。モモンガいなさすぎ問題なんですよ。あ、ご飯作りながら見てるの。あ、ごめんごめんごめんなさい。プレゼントありがとうございます。サータン手小さいの。ゆきもありがとう。そう、最初からもうなんか途中からちょっと私の意に反するということで、そう、一番最初から 見始めました。課題しながら見てる。今ちょうどね5話目とかで、なんか血液に銭湯のタイルが入ってて、あ、痛い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 、心臓にもうすぐ到達しちゃうって言って、痛い、痛そうなやつでした。めっちゃ痛い。あ、見ながら本当に痛い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 って言いながら見てました。初音もありがとう。フリーマットついてタラコバターお人形チャレンジしたらラスイチだった。え、もう今日めっちゃついてますね。今日ハッピーデーじゃんね。え、横浜、もしかして横浜にもモンガっていないの？レアキャラだよね、モンガ。びっくりした。モンガちゃんちょっと悪い子だから苦手。私も苦手だった最初、モンガ。ちょっとね、ダメだよね、ちょっと生意気なところがあるからね。でもだんだん可愛く見えてきて、今めっちゃ可愛く見える。初音もありがとう。そう、小指 4.5cm 公式サイズね。そう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 、小さい手でちゃんとマイク持ってるか心配ですよ。よくソフトボールやってたなと思います。プレゼントありがとう。チーカーでモモンガって何番目ぐらいの人気なの？え、モモンガでもそんな上じゃないんじゃないかな。ウサギとハチワレがなんか人気な気がしてる、勝手に。その次チーカーは、その次モモンガとかなんじゃないかな、わかんないけど。サータンだいぶおもろいです。ありがとうございます。褒め言葉、それめっちゃ褒め言葉。そもそもモモンガのグッズが少ないね。そうなの、そうなのよ。需要はさ高いのにさ、供給が間に合ってない。サータンダイヤモンドホールのオープニングアクトのステージめっちゃ良かったよ。ありがとう、ありがとう。初音もありがとう。こんばんは、こんばんは。え、わかんない、わかんない。私の周りの人とか見てると、なんかうさぎとハチワレが人気な気がしてる、わかんないけど。こんばんは、発音もありがとうございます。こんばんは、清楚だね、ありがとう、ありがとう。こんばんは、あつおもありがとうございます。こんばんは。
こんばんは。2度目ありがとうございます。確かに今日はついてるよ。パフォーマンスの時姿勢がめっちゃいいと思ったけど、普段も姿勢いいの？うん、姿勢いい。私めっちゃ姿勢いいです。だからよく小学生の頃から先生に褒められた。さらちゃんは姿勢がめちゃくちゃいいって。みんなのお手本になるレベルの姿勢の良さで、小学校の時から。ちょっと気持ち悪いね。小学校の時からさ、その姿勢いいのちょっと気持ち悪い。こんばんは。モンガルどんな時の顔が好き？え、やっぱさ、キュルキュルお目目でさ、なんかちょっとなんかキュルキュルお目目の時が一番可愛くない？真似しないよ。うさぎとハチマルは人気だよね。12期生で泣くメンバーは誰ですか？言っていいのか分かんないけど、でもほぼ泣くよ。みんなほぼ泣いてるんじゃないかな。みんな泣いてるよ。意外に泣いてるの見たことない子は、いないもん。泣いてるの見たことない子いないです。みんな何かしら泣いちゃう。こんばんは。こんばんは。あ、みゆちゃんだけだ。みゆちゃん以外だ。みゆちゃんはね、泣いてるとこ見たことないから心配になります。そう、せいってよく言われる。イエーイ。こんばんは。こんばんは。サタン好き、ありがとう。ありがとう。そんなド直球にありがとう。そうだね、姿勢よくって言われてたかも。うん。桃がネームワードまた作るね。え、めっちゃ楽しみ。またみんなに自慢します。こんばんは。吹奏楽部員はみんな姿勢よかった。あ、吹奏楽でも言われてたかも。姿勢いい方がさ、だってね、腹式呼吸うまくいくよね。こんばんは。12期さすがに初音はありがとう。サタンはあの幻の配信以降はちょっと泣いてないです。もうパッて変わったので幻です。幻。雪ありがとう。ここで心配って気持ちが湧いてくる。サータン天使みたいに優しすぎです。そうなの。最近いつ伸びましたか？それです。そのトーク会の幻の配信以降泣いてないです。こんばんは。ないよね、なんかそんな配信なかったよね。あ、当たった。やばい、本当に今日ついてますね。すごい。なんでこんなについてるんですか今日。おめでとう。リラックマ。やばい、なんで。サタン17だよ。17歳。そう、記憶から消えた配信ね。サタンを待ち受けにしなかったら、そういうことで、そういうこと、そういうことね。当たりなんだけど。え、すごい、やばい。幻の配信から好きになりました。あの配信から気になりました。よかったのかな。じゃあよかったのかな。私はすごい嫌だったんですけど。絶対に見返したくないんですけど。初音もありがとう。とりあえず事故らないようにいきよう。そうだね、いいことがあると悪いことがあるとか言うからね、気をつけて。こんばんは。またありがとう。もめ取ったら大当たり。うん、うん、ちょっと探してきます。やめてください、やめてください、本当にそういうのやめてください。こんばんは。さらってチョコボールのエンゼルは引いたことあるよ。でもさ、思うんですよ、チョコボールってめっちゃ高くなりましたよね。たまにね、私チョコボールはキャラメル派なんですけど、チョコボールのキャラメルが食べたくなって見るんですけど、え、チョコボールってこんなに高かっ
だっけって思う。びっくりしたこの間。こんばんは。こんばんは。あ、どうもありがとう。いや、わかる、キャラメルしか勝たんよね。めっちゃわかる。ピーナッツ派の人も多いと思うんですけど、私はキャラメルが好きです。あの幻の配信はスーパーの駐車場から出るんだよ。かわいそうだ。昔そう、え、そう、50円ぐらいだったのに、そう、今80円ぐらいになってるの。高いよね。ちょっと残念だよね。はちゃんの個人のエクサス見た幻配信の切り抜き動画ピンの嫌だよ。キャラメル派信用できる。なんでなんでだ。今調べたら90円超え、なんか80円から100円ぐらいって言ってる最近。いや、すごいなと思って。量が増えたのかな、もしや。いちごも美味しいよね。びっくりマンチョコ、しばらく食べてない。びっくりマンチョコも高くなったの。あれ、量減ったって。あれ、チョコボールピーナッツ派、ピーナッツ派なの。まあまあまあ、そうだね。私千葉県民ですし、まあそれは許しましょう。こんばんは、こんばんは。初もありがとう。昔びっくりマンチョコ30円、え、びっくりマンチョコって50円くらいだった印象なんですけど。私びっくりマンチョコってあれでしょ、シール入ってるやつ。え、違います、違う。そうだよね、30円だったの。いいな、その時代いいな。あ、え、そうだよ、トップエルネオさんさ、もうすぐですよね、もうすぐ発売ですよね。楽しみ。買うね、ありがとう、ありがとう。私も楽しみです。そしたら炭酸飲めるよ。でもこの間なんだっけ、レッドブルを初めて飲んでみて、ちょっとね、大人だった。レッドブル大人すぎた。楽しみだね。インタビューになるの。え、なんか出ました、詳細みたいな、出たのかな。そうなんですよ。発音もありがとう、こんばんは。え、なんか出た、 X に写真載ってた。あ、ほんと。そう、28日。いや、まだ見本とかはないですね。こんばんは。ボム買ったのに未開封のもの。あ？あれ、買えなかったって言ってませんでしたっけ？買えたの？そうなんですよね。探してリツイートしておきます。ありがとう。あ、本当？目次的なの？え？そうなんですよね。こんばんは。プレゼントありがとう。ゆきありがとう。そう、楽しみ。あ、そうだよね、ボムさ、ボムのチェキね。あ、まだ募集中。え、ほんと。そう、さやちゃんとさらとはなね。そう、なんでこの3人選んでもらったのかみたいな聞いたんですけど、あ、言っちゃいけないか、まだ言っちゃいけないのか、こういうの。発売したら言いますね。こんばんは、こんばんは。初音もありがとう。青木期間終わった。じゃあもうちょっとでさ、わかるのかな。楽しみだね、楽しみだね。私のだってあれ、記念すべき2回目のサイン書きですから。あれ、初音もありがとう。
あ、でも読めたんだ。ならよかった。さあ、さあ、こんばんは。楽しみだ。めっちゃ楽しみ。え、もうちょっとじゃんね。え、今日20でしたっけ？違う、19だ。あとだって9日でしょ？星ありがとう。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ね、めっちゃ楽しみ。やばい。めっちゃ楽しみなんですけど。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。すいません、すいませんでした。こんばんは。こんばんは。ちょっと情報がさ、すごいいっぱいいっぱいあってさ、こんばんは。こんばんは。ね、ちょっとね、そう、危機管理能力、そうそうそう。ゆきありがとうございます。ゆきありがとう。何だったのね。ハゾモンもありがとう。ゆきもありがとう。
すいません、すいませんでした、すいませんでした。あ、すいませんでした、すいませんでしたね。こんばんは。あ、発音もありがとうございます。ちょっといろいろ起きちゃったね。こんばんは、すいませんでしたね、すいません。こんばんは、発音もありがとうございます。こんばんは、こんばんは。いや本当になんかちょっとごめんなさいね、ちょっといろいろあって、いろいろありすぎて、そうだよね、そうそう、アクシデント、そう名前氏の良さ、そうよー、こんばんは。いや本当にごめんなさいね、こんばんは。あ、ごめんなさい、イヤホン、ごめんなさい。ゆきありがとう、ゆき。いいよ、ゆきありがとう。ちょっと待ってて、いっぱい言った。こんばんは。え、本当に大変だった今、怖すぎる。こんばんは、まだ慣れない。こんばんは、しゅげさんありがとう、はじめまして。こんばんは、こんばんは。無音だった清楚でした、どうも。いや焦りました、結構。うん。こんばんは、発音もありがとう。ところでクリスマスギフトはどうなれば OK なの？50万ポイント目指してます。80万ポイントはちょっとあれなので、50万ポイント目指してて、そう、なんか25万ポイントがなんだっけ、コーヒーチケットみたいなやつで、50万ポイントがお洋服何でも買える券みたいなやつなんですけど、その皆さんに、そう、あのコスプレ配信してほしいとかさ言われてるから、そう、50万ポイントいったら、まあ何か買って配信しようかなと思って、いまだにちょっとあのあれなんですよ、その前回のあのディナー券みたいな、音沙汰がなくてちょっと心配なんですけど、そう、そのために50万ポイント集めてます。なんか80万ポイントいくとコスメなんですけど、コスメはね皆さんに直接関わりないから、そう。ゆきありがとう。サタン、お顔以外にえ、逆にお顔以外に取り柄ないと思われてることが嬉しいんですけど、お顔が取り柄って思われてることめっちゃ嬉しいんですけど、お金、あ、お金じゃない、お顔以外、お顔以外面白いとこですね。こんばんは、夏尾もありがとう。前回達成したやつが本当に音沙汰がなくてですね、忘れた頃に来る。あ、そういうこと？違う、お金、違う、お金ない。お金はないんですけど。
たのダンスはプロって誰かが言ってました。え、誰だろう、12期かな。プロってワード使うの12期な気がする。なんかハナとかよく言ってくるから、さらにサラはプロって言ってくる。かわいい、ありがとう。お金が足りない、ごめんなさい、間違えましたね。お金は全然取り柄じゃないです。こんばんは、チケンさんありがとう、あつおもんもありがとう、プレゼントありがとうございます。こんばんは。そうですね、お金のプロを目指しましょう。こんばんは、こんばんは、二度目のもありがとうございます。レッスン着少ない問題は解決しません。本当に解決しません。ねえ、篠原さんすごいよね。今日も会社の部署で最後の一人、なんかかわいそうなんですけど、なんで最後の一人なんですか。逆玉の感じ。そうですね、サラ何のプロなんだい、わかんないんですけど、なんかなんていうんですか、花に言われるのはその危機管理能力とか踊り方とかがなんかプロ、サラプロって言われるんですけど、よくわからないですね。人気ありがとう、おかえり、こんばんは、こんばんは。サータン第一ノルマの半分、125,000ほどまで来てる。あ、本当ですか。え、いける、ちょっと待って、25日までなんですけど、ちょっと焦りを感じてます。無理かもって。こんばんは、発音もありがとう、ありがとう、こんばんは。めっちゃ焦って前髪固めたらさ、気になる、めっちゃ気になっちゃう、気になる、ここ気になっちゃうね、鈴木気になっちゃうわ。うん、ありがとう、プレゼントありがとう。サシャの人生結構危機的なことあるもんね。そうそうなの、いろんな苦難を乗り越えてきてる。そうそうなんだよね。ケープはね、紫使ってます。ただ前髪薄くした、ちょっと気に入らない。サータンの要所要所に出るプロ感すごく、え、本当ですか、こんな壁に挟まってるのに。こんなさ、わかる、ほらここ、ほら見て、壁に挟まってるの。ありがとう。そう、なんでかわかんない、でもそう、なんて言うんだろう、なんて言うんだろう、そういう危機管理能力は本当に小学生の頃から培ってきました。後ろから追いかけられたらもう瞬時に気づくし、瞬時に気づくからすぐ逃げられるし、そう、強いよ。こんばんは、初音もありがとう、ハズレしか出ない、無理、ごめん、サラのせいだ、ハズレ。こんばんは、ユギありがとう。挟まってるんですよね、プレゼントありがとう。でもすごいよ、瞬時に気づくよ、なんか、あ、なんか変って思って、パッ後ろ向けば大体人がいて、それですぐ走るから、で走ったらそこそこ足が速いから逃げれます。プレゼントありがとう、本当にお人形さんみたいな感じで、ありがとうございます、そんなことないですけど。サータンのせいだよ、サータンのせいで当たらないんだよ。うん、こんばんは、霊感はないですね、なんか幽霊はいないと思ってる、お化けも幽霊もいないと思って、いないと思って生きてます。一番怖いのは人間ですからね。人間が一番怖いから、
幽霊より人間が一番怖いと思って小学生から生きてきてます。こんばんは、こんばんは、ありがとう。こんばんは、初音もありがとうございます。二度目もありがとう。そう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 、そう察知しちゃうんだよね。そうだったんです。こんばんは、あと1時間切りましたね。え、フォローありがとうございます。ありがとう。よく後ろに人が立って、そんなこと、そうではないけどね。大晦日当たらなかったのもサータンの、サータンのせい。いいよ、なんかそのサータンのせいにするサータンのせいにする風潮で皆さんのこの傷ついた心を癒します。あ、これ当たらなかったのもサータンのせいだって思ってください。こんばんは、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 こんばんは。当たらなかったの、それはサータンのせいだわ。それサータンのせい、宝くじ当たらないのサータンのせいだ。こんばんは、今日お弁当めっちゃ美味しかったのもしかして、うん、サラのせい。こんばんは、サータンが可愛いのもサータン、サータンのせいです。何でもサータンのせいです。競馬当たらないのもサータンのせいだよ。最近寒いのもサータンのせい。そうそうそう、全部サータンのせいだからね。そう、負けたのもサータンのせい。今お茶こぼしたのもサータンのせいですね。そうなんですよ、全部サータンのせいなの。今ラーメン食べたくなったのも、うん、サータンのせい。最近世界が美しく見れるのはサータンのせいです。今日も可愛いのはサータンのせいです。競馬はどう考えても自分のな、自分なんよな、うん、サータンのせい、サータンのせい。そう、お腹空いたのサータンのせいなの。そうそうそう、なんて可愛いのサータンのせい。それは違うよ。よくないよ。こんばんは、大晦日の劇場、大晦日に劇場で会えるのもサータンのせい。そうそう、サータンが面白いのサータンのせいだから。ハンバーグ食べたくなったのサータンのせいです。全部サータンのせいだから。日本が島国なのもさ、そうだよ、そうなんだよね。発音もありがとうございます。全部妖怪のせいにする妖怪ウォッチみたい。今何時？一大事。ハンバーガー 100% さ、そうだね。皆さんごめんなさい、なんか皆さんの食生活をさ、ハンバーグで結構さ、その満たしてきちゃって、最近何かあるたびにハンバーグ食べさせようとするからさ、ごめんなさい。出さずしようと思ったけど、とどまったのはサータン。最高じゃん。結ばない、結ばないね。毎日太陽が昇ってくるのもサータンのせいだよ。うん、許せないって今日ユアにも言われたな。なんでだっけ。あと40分、ハンバーグ師匠の弟子になりたい。こんばんは。キャベツもそう、それ健康にいいからね。こんばんは、サータンのせい。なんでユアリ許せないって言われたんだっけ。なんかなんで言われたんだっけ。東京の秋葉原のハンバーグ屋さんなの。外れた、ありがとう。うさぎ停止豆腐
でも外れた。再挑戦して外れた。ありがとう。ありがとう。外れありがとう。結婚してやだ。これサータのせいだから。これ外れたのもサータのせいだから。サータのせいなの。キャベツもかれこれ1ヶ月と1週間すごいよ、本当にすごい。サラダ食べてて外れしか引かない。だからサラのせいなの。サラのせいでさ外れるわけよ。はっ、サラのせいで外れるんだよね。はっ、外れるんだよね。なんで外れ、ごめんなさいね。まあでも次当たればいいから、そう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 、次当たればいいわけよ。うん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 。こんばんは。ヨアニャンからの思いやりをぼらし、いや違う、なんかめっちゃ理不尽なことで許せないって言われた。合ってる気ある、ある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 。え、雪ありがとう。急に急にありがとう。積もるよ。ありがとう。このプレゼントね、大当たり見たことない。ありがとう。なんか急に急にめっちゃ勇気、ありがとう。めっちゃ飛んでるし、めっちゃ積もってる。雪だるま、雪だるま。ご飯炊けた。サラが最近許せなかったこと、ショールームを旬で移動すること。当たるって思うタイミングになったら言って、それでさ完全に私のせいになるじゃんね。昼間ゆうねちゃんの配信で大当たりみたい、しっかり見に行ってる。昼間からしっかり見に行ってますね。星ありがとう。今日雪降ってる、寒い、ね、炊けたね。プレゼントありがとう。ありがとうございます。サンタのせいで当たらん気がする、知らんけど。なんでよ、なんで。え、プレゼントありがとう。ミッションのためだから。あ、そうだよね、許せないよね。うん、そう、圧かけた。こんばんは、しっかりコメントしてたね。こんばんは、ジェイソンだね。ありがとう、ありがとう。遊びに来たよ、ありがとう。プレゼントありがとう。はやとチリサータン、え、どういうこと。はやとチリサータン、どういうこと。早いチリ取りみたいな感じ。こんばんは。発音もありがとうございます、ありがとう。サタン今日いつもと何か違う、撮る場所が違う、撮る場所と角度が違う。で、壇上にはしっかりいた。こんばんは。早いチリ取り、早め、なんかチリ取りに早めにゴミ集めるみたい。こんばんは。勘違い、勘違い女ってこと。サータ勘違い女って言われてるの。プレゼントありがとう。こんばんは、あ、どうもありがとうございます。星もありがとう。あ、慌てん坊のサンタクロースってことか。今日の夜ご飯焼肉な気がする。え、多分違うはず。嫉妬深い、うん、放任主義。ちょっとかっこいいこと言っちゃった。放任主義。こんばんは、初音もありがとうございます。こんばんは。
でしょ。プレゼントありがとう。こんばんは。ありがとう。こんばんは。ゆきもありがとう。アイロブもありがとう。あと35分。放任主義、いつでもサータン放任主義。めっちゃ髪伸びた。めっちゃ伸びた。めっちゃ伸びたよね。ママはサラが好きな四字熟語って何？焼肉定食。毎日メールか配信で誰かに怒ってるイメージ。遠い目近いだろ怒ってるんだよ。こんばんは。プレゼントありがとう。ご飯は一回ね、蒸しましょうね。10分蒸しましょうってことで。プレゼントありがとう。また切りに行くね、制服の目とか始まる前ぐらいに切りたいな一回。そう、なんかそう、皆さんの前に立つ日のちょっと前に切るんですよ私は。ちょっと大晦日だと早いから制服の目までに切りたい。さらちゃんが好きな四字熟語、暴飲暴食って思ったらその上来て焼肉定食。こんばんは。天真爛漫好きってか目標みたいな、目標っていうかサラが天真爛漫で入れたらいいなみたいな感じだ。ハンバーグ定食はねちょっとカタカナだから。私が好きな四字熟語は鈴木サラです。あーイエーイ。伸ばすのも禁止なの。うん、なんかね基本的に変わんないぐらいにするしないといけないんだけど、肩ぐらいまでならいいって言われた一応。でもとりあえずはボブにもう一回ぐらい切ります。もう一回ぐらい。知ってるよ。だから楽しみにしといてください。ガシン昇誕でしょ。しかもあれでしょ、あの由来まで知ってるよ。どういう物語なのかみたいな。薪の上で寝てみたいな、舐めてみたいな。サータンのお肉はどの部分？同じです。プレゼントありがとう。ボブ維持するのも大変大変だけど、大変っていうよりなんか気になっちゃって気になっちゃって。でもやっぱ美容室に行くのが大変。なんか切りに行くのは別にいいんですけど、その毎回毎回嘘つかないといけないのがつらい。つらたりえん。読めるよ。あとは今高校1位だから習った。うんそうなんだよね、習ったんですよ。ガシンショウタ、しっかりテストでやりました。ハートありがとう。ありがとう。初音もありがとうございます。そうそう、高校生ですかみたいな聞かれて、あ違う、大学生、学生さんですかみたいな、大学生ですかみたいな聞かれて、いや高校生です。え、高校生なんですか、見えない。あ、よく言われますあ、そうなんですよ、よく言われて。何年生なんですか。2年生です。え、若い。そう、肩に当たるぐらいになると、そう、外に跳ねるから大変なんだけど、そうなんだよね。そうなんですよ。でもちょっともうちょっと下伸ばしたい。伸ばしたいね。 SKE のサータンに似てますありがとうございますありがとうございます。こんばんは。こんばんは。そうやって言われたらびっくりしちゃいますよね。違います。プレゼントありがとう。
やおお休みの日は何されてるんですかとか聞かれそう。聞かれたかな。あでも部活とか聞かれ、高校っていうと部活何やってるんですかみたいな。あ聞かれた、お休みの日何してるんですか。レッスンですなんて言えないから勉強してますって言ったら勉強してる、あもしかして大学受験するんですかって聞かれて、あ全然答え考えてなかったって思う。プレゼントありがとう。アイドルさんですかとは聞かれ、でも部活って言われた時にあサッカー部のマネージャーやってたりしましたみたいな言うと、あぽいって言われる、なんだかわかんないけどぽいねって言われます。え、どやらないですよ、言わない言わない、絶対言わないとか言ってさ、もしバレたらどうしようね。あ、この子サータン嘘ついたとか思われたらどうしようね。初音もありがとうございます。こんばんは。そうだね、ぽいサータンっぽい。いや、特にないです、全然ない、いつも違うとか。そうだね、美容室ね、そうなんだよね。なんか一回最近さ、美容室ってさ、なんかすごいさ進化しててさ、喋りたくない人向けメニューみたいなのがあるとことかあるじゃないですか。一回私それでお願いしたことがあって、めちゃくちゃ喋りかけてきた。めっちゃ喋りかけてきた、普通に全然。だからああれって思いながら話してました。でバレたらびっくりだよね。サータンショップ店員に話しかけられるのはってこと、話しかけられるの。え、でもいや喋、いやどうだろう、あんま喋りかけられないけどね。やばい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 よ本当に。なんでみたいな、あれは分かんなかったのかなって思って喋るけど、そうなの、なんでか分かんないけど普通に話しましたね。あ、どうもありがとうございます。こんばんは。あ、どうもありがとう。こんばんは。そういう時は眠いって言って寝ます。あ、いいね。寝ちゃうんだ。なるほどね。でボブって切ってもらう時にこうやって下向いてくださいとか言われるんですよ。寝てたらさ、あれだよね。プレゼントありがとう。雪もありがとう。千葉には行きつけの美容室あった、同じとこ行ってたかな、そんなにいつも一緒ってわけでもなかったか。大当たり小当たりヒットブースター、え、そうブースターになっちゃうんですよね、ブースターになっちゃうんですよ。初音もありがとう。こんばんは。え、そう下向いてくださいみたいな言われるからね。ゆきありがとう。初音もありがとうございます。興味ない人と話すほどストレスなことはない、それあれだよ、 MBTI めっちゃ出てる。ゆきありがとう。サタンです、こんばんは。初音もありがとうございます。当たり出てもブースター発動するの次のイベントからなので、花とね予想してたんですよ、次のイベント何かなって。花はお正月イベントかなみたいに言ってて、私の予想は節分イベントで1位になったら大豆1年分みたいな、1年分投げられる大豆の量みたいな。買い物行ってらっしゃい。ありが
清楚。なんて学校の先生に自分から積極的に声かける。でもそんなになんか学校の先生に対しては慣れ慣れしくしちゃいけないと思ってて、なんかその結構さいるじゃないですか、先生にタメ口使う子とかも結構いるんですけど、私はなんか先生だからちゃんとなんか仲良くても敬語絶対使うしみたいな、なんかだからそんな慣れ慣れしい感じじゃなかったかな。で勉強教えてもらったりはした、授業の終わりに質問しに行ったりとかはあった。お餅？あ、ほんと豆かなと思って1年分誰か投げる相手いるの、ユアに投げようかな。ユキありがとう。そうちゃんとしないとなって、勉強教えてもらってるしみたいな、そこはちゃんとなんか小学校の時から決めてた。あり？あり？レアだよ、なんかね変だよ。ユアちゃんのこと違うんだよね、なんかユアとサラは。でも最近なんかユアがおかしいんですよね、なんかおかしくて、前まで私のことなんかその褒めたりしなかったんですけど、すごい褒めてくるんですよね最近。褒めてくるし、なんかめちゃくちゃなんていうの、素直なんですよ最近ユアが。でな、どうしたの、なんかあったのみたいな感じで聞くと、なんかなんもねえよみたいな感じで言ってくるんですけど、なんかね最近ね、なんかデレが多めなんですよね。ゆきありがとう。なんだろうね、そうなんだけど、そう素直なのはね、まあ、いいことですね、いいこといいこと。え、そう猫ちゃんなんで、にゃんころりんなんで、そうなんもねえよって言ってくるんですよ。いきありがとう。サータンに惚れた、あ、そういうこと、あ、なるほどね、サータンに惚れちゃったんだね。あ、年末当たった、イエーイ。え、マジでなんか結構当たってる、サータン好きな物好きさんたちがサータン同期に対して出れる、全然ツンツンです、ツンツン。え、そうなんかね、え、そうなんですよちげえよってボイメンが送られてきます。こんばんは。なんでだろうね。まあサタンは比較的素直な心を開いたもん。あ、そういうこと？また一人さら、あ、そうだよね。虜になっちゃったのかな。ねえにゃんこ。考えときます。考えときます。こんばんは。初音もありがとう。男子小学生すぎて可愛いな、岩川。そうなんかね、そうボイメンは楽なんですよ、文字打たないで済むからね。サタ犬派犬派です。サタ思ったこと伝えるタイプだから人の心を開かせると。え、なんで知ってるのなんで知ってるの、本当にすごい、サータン研究家みたいな、本当にすごい。プレゼントありがとう何手玉に取るね、どういうことゆきありがとう。自覚症状ありですかね、サータン沼、沼ですか。ありがとう、星ありがとう。
ゆきもありがとう。かけるなとかゆあちゃんといるときそう見える、嫌がられてもハグしてそう、なんか母に言われた。サラはなサバサバしてるんだけど、サバサバしてるのに優しいから、なんか罪な女みたいな言われたフォローしました、ありがとう。皇帝の子犬サタン犬見たかったな。まだわかんないね、見えるかもしんないね。ココアちゃんがずっと言ってるよ、皇帝の子犬の鳴き声のとこあるじゃないですか、あそこずっと言ってる、ココアちゃんずっと練習してるあそこえ、そう、ついな女、さつきちゃんにはさ面白い女って言われて、花には罪な女って言われる人たらしそうだったな甘いサバ美味しそうだね、美味しそうじゃん。サタンつけるなら何耳か、チワワ耳がいい、チワワ耳。さやちゃんともご飯食べたって書いてたけど仲いい、もう12期はもう全然もうみんな仲いいんだけど、さやちゃんと仲いいよ。てか3日目はさやちゃんとその入りが一緒で2人一緒だったからずっと本当に一緒にいた。こんばんは。2人で練習もしたし一緒にいた。ゆきありがとう、ありがとう、こんばんは。魔性の女なん、どういう意味、魔女みたいってこと、性格悪そうってこと、魔女、魔女。ゆきありがとうございます、こんばんは。あ、どうもありがとう、こんばんは、こんばんは。あ、どうもありがとうございます、あ、どうもありがとうございます。うん、誰とでも仲良くなれる、なれる。こんばんは、こんばんは。サタン女子に人気ありそうなイメージ、うん、そうかも。ずっと女の子だから、ずっと女の子と一緒にいたし、そう、中学とかも男の子と全然いない、女の子とずっと一緒にいたから話してもなかった、なんかもう女の子とずっと話してて男の子と全く話さない人だったから、それはそうかも。フォローしました、ありがとう。同期でボディタッチが一番多いのって誰、仲がいいからなのか分かんないけど、ユアとハナかな、ユアかな、ユアとずっと腕組んでるかも。こんばんは、え、やった、女子校にいた女子もです、イエーイ、ユキありがとうございます、ユキありがとう、ありがとう。あ、そういうこと、あ、魅力、あ、よかったよかった、うん。なんかユアとは気づいたら腕が絡まってるなんでだろう。あ、どうもありがとう、二度目もありがとうございます。昔から女の子の罪な女、発音もありがとうございます、二度目ありがとう、ありがとう。サータに憧れた男子いっぱいいただろう、え、どういうこと、かっこいいってことですか、かっこいいってこと、サータかっこいいってこと、まあ、名探偵サーなんですからね。プレゼントありがとう、ありがとう、こんばんは。罪な女の自覚あり、え、全然ない、全然ない
全然ないよ。あ、どうもありがとうございます。どうも。あ、本当？マネージャーって何してたかってこと？え、全然え、あるよ全然。洗濯してた。洗濯好きだった。楽。洗濯物干すのとかめっちゃ好きだった。無心で洗濯物干してるの楽しい。フォローありがとうございます。フォローありがとう。資格はないですねプレゼントありがとう。サラアクエリかポカリどっちか。あんまね飲まないんだけど、どちらかといったらアクエリかな。あ、冬やばい。あ、なんていうんですか、ベンチコートを着てそうお仕事するんですけど、死ぬ、本当に死ぬよ。冬は寒い、寒いのにお水使うこと多いし、めっちゃ寒かったね。ゆきありがとう。サータンポジティブオーラあるから一緒にいると楽しいよ楽しいよ。ポカリもアクよりもあんま飲まなかったな。いつも麦茶だった麦茶ばっかり飲んでた。こんばんは。あ、どうもありがとうございます。二度目もありがとうございますこんばんは。あ、どうもありがとう。ありがとう。え、手は綺麗だった。ゆきありがとう。だからの麦茶飲んでさ飲んでた、飲んでたわ。ボール磨きもした、ボール洗いもした。こんばんは。前も毎日麦茶1リットル。え、すごくない？それすごい。1リットルすごい。女の子がなんちゃらい長いか、長いベンチコート着てるのかわいい。え、ほんと？じゃあ着ようじゃあ着ようかな。だから野村出てるってどういうこと？どういうこと？どういうオーラですか？ゆきありがとう。清楚だね、ありがとう。ありがとう、ノーネーム。麦茶、そう、麦茶甘いからね。そう、ゆきありがとう。ありがとう。抜かれないわないわ。抜かれてももうなんかこんな感じだったから、性格悪そうなマネージャーって言われちゃう。あ、だから可愛いのかベンチコート着て寒で鼻の頭とほっぺが赤くなってるサータン可愛すぎる。かっこそうそうそうだね。こんばんは。オープニングアクト終わってレッスンもしてて、そうそうなんですよ。なんか今本当に何もなくて、だからそうみんなと全然会えてないの。天然ミネラルミニチュアとかじゃなくて、だから売ってるそう、なんかどういうことこんばんは。フォローありがとう。こんばんは。フォローありがとう。こんばんは。清涼飲料水の CM に出てそう。めっちゃいいじゃんね。清掃ってことじゃん。清掃ってことじゃんか。うん、一緒に行ったよ。こんばんは。制服の目もうやってある。あ、
お年玉もらえるかな。お年玉ね、もらえるかな。今年もらえなそうじゃない。あ、ほんと清掃キャラ いけてます。だってさ、そのポカリの CM とかもザ清掃じゃないですか。ゆきありがとう。ね、あと10分です。遠征に同行してほしい人生でした。もうあれですよ、バスの中とかもう二席占領して横になって寝てましたね。ハロープレゼントありがとう。危なかったね。ハツさんもありがとうございます。あと10分、あと9分だ。あと9分今来たところは嘘だけどね。嘘の、そう、席取ってたね。完全に申し訳ないです。こんばんは。ね、そうだね、めっちゃお腹空いた。今日当たり出ない。今日は多分出ない。今日も出ない。明日かも。レバニラ食べたい。結婚して、やだ。清楚ね、ね、すごいね、すごいわ。明日そう、ご飯できるのが多分7時半頃だから7時半には寝ます。違う。プレゼントありがとう。今日はめっちゃいい匂いする。初音もありがとうございます。初音もありがとう。明日が朝かってことですか。明日朝じゃない、明日も夜だね。そうです。ここからです。ここからさ、夜来てくれる。野菜食べてもここら辺食べないよ。こんばんは。せそのね、ありがとう。え、わかんない、いつまでだろう、わかんない。こんばんは。あ、どうもありがとう。ご飯食べるイベありません。ありませんね。スープで何スープが好き。コーンスープかチーズスープ。仕事の時間と被らなければいいから、被りませんように。おかえり。またご飯ウーパー。え、サラダ持ってくの。ないね、ないね。こんばんは。サータン飯イベ。うわ、別にいつでもいいよ。缶のコーンスープのコーン全部食べられる。え、食べられる。サータンにご飯をおごるイベ。ないね。最高だけどないね。心を痛めてチャーハンを痛めた先輩。なんだろうそれ。こんばんは。明日はないかな。こんばんは。どういうこと。初音もありがとうございます。こんばんは。サータンの主食白米です。白米と皆さんからの愛を主食に。キャー、サ
かった朝ごはんちゃんと食べる人。最近本当に食べなくて、今日久しぶりに食べたんですけど、朝ごはんをずっと食べないとお腹空かなくなるんですよ。朝ごはん朝にご飯、朝のご飯の時間にお腹が空かなくなってしまうんですよ。悪い負の連鎖だなと思って今日食べました。久しぶりに。ゆきありがとう。甘ーい。そうよ、そう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 、そうそうなんです。こんばんは、初音もありがとう。やっぱあと4分なので壇上読みます。13位お星様、12位ピンクのクマさん、11位ゾウさん、10位アイスさん、9位ポチャッコさん、8位イチゴちゃん、7位コリラックマ、6位博士、5位森本さん、4位柏餅もちさん、3位うさぎさん、2位リラックマさん、1位が豆腐の天使のうさぎさんです。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。え、なんか見て、なんか飛んでた、なんか飛んでたね今、天使の羽が。ほら、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。今日はなんかあれですね、珍しい順位です。ありがとう、パチパチパチ、ありがとうございます。こんばんは。まああと3分あるんですけど、そうですね、すいません、一部怪奇現象が、はい、サイさんを振ろうとしてるからだよ。あやすみー、あいちゃんありがとう、ありがとう。あ、じゃんけんしまーす。じゃんけん早めにしてる人いるから、最初はグー、じゃんけんポン。初音もありがとうございます。今日1分なの偉いでしょ、間に合ったの。間に合ってないけど、ありがとう。グーでした。愛好率高いよね、通じ合ってる。後出しとか言わないの。しげさんありがとう。あと2分あります、ごめんなさい、ちょっと早すぎた。壇上読むの変わっちゃったらもう一回やります。焼いたキャベツあんま食べないよね。こんばんは。でも多分好きだと思う。こんばんは。勝ったらご褒美ない。ご褒美はないけど、なんていうんですか、皆さんがそのお風呂ってめんどくさいじゃないですか。お風呂にはい、気持ちよく入れる。皆さん今ご飯食べ終わってね、ちょうどお風呂に入る時間だと思うので、多分勝ったらよしお風呂入ろうってなる。いつになったら夢に出てきますか。え、そんないつでも出てきます。いつでも出そうと思えば出てきますよ。今日もかわいい、ありがとう。あと1分、皆さん今日もありがとうございました。お疲れ様でした。今日もたけび聞いて寝る。え、今日はドクター X 見て寝ます。そら出てきたことあるよ。こんばんは。今31分、はい、終わります。ではさようなら。そう、私失敗しないので、もうハマっちゃったので、バイバーイ。たやりー、たやさんありがとう、バイバーイ。
おやすみー。